村長ミュージックスタジオ。はい、皆さんこんにちは。今日はですね、ボーカルダブラーというアイゾトープ社から無料で配られている、ボーカル用のエフェクターを紹介します。名前の通りダブラーって言ってですね、2人で歌ったように若干のこう時間差であったりとか奥行きであったりとか、そういうのをいろいろ変更して、できるソフトです。たくさんこういうダブラーっていうのも僕も3つ4つ持ってるんですけれども、とっても直感的で、簡単にできて、そして効果も絶大な、そういうような、プラグインになっていますので、無料ですからぜひ使ってみてください。じゃあまずはじめに、ノーマルな音で聞いていただきます。若干他のプラグインは入っています。リバーブも今はちょっと切っておきましょうか。はい、じゃあ行きます。まとめ買いをした洗剤はたっぷり使ってすぐに減る。まとめ買いをした洗剤はた、はい、はい、これはこれで今、ノーマルな状態です。じゃあ今度はですね、実際、いろいろいじっていきますので、効果がどんな風に変わるか見てください。まとめ買いをした洗剤はバイパスをオフにします。たっぷり使ってすぐに減る。まとめ買いをした洗剤はたっぷり使ってすぐに減る。広がりの幅ですね。まとめ買いをした洗剤はたっぷり使ってすぐに減る。まとめ買いをした洗剤はバリエーションは右の方に回るすとできます。たっぷり使ってすぐに減る。まとめ買いをした洗剤は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 たっぷり使、はい、このように、広がりとですね、効果を一つのノブのようなもので、再現できます。それとですね、そのかかり度合いがこの右端、そしてここエフェクトオンリーにしてですね、元の音は消して、効果音だけ、出すということもできます。ちょっとじゃあリバーブを入れた状態で、仕上げの音を作ってみましょう。使ってすぐに減る。まとめ買いをした洗剤はたっぷり使ってすぐに減る。まとめ買いをした洗剤はたっぷり使ってすぐに減る。まとめ買いをした洗剤はたっぷり使ってすぐに減る。はい、バイパスします。まとめ買いをした洗剤はたっぷり使ってすぐに減る。まとめ買いをした洗剤はたっぷり使ってすぐに減る。まとめ買いをした洗剤はたっぷり使ってすぐに減る。まとめ買い、はい、こんな感じでですね、とっても直感的に、ボーカルをダブルに、することができるボーカルダブラーアイゾトープ社から出ています。無料ですので、でもオーサライズとはいりますので、ダウンロードしたらですね、そこに、メールで、オーサライズのコードが添付されて届きますので、
それを入れて登録をしてもらうと、そんなソフトです。一度皆さん DTM をやっている人は試してみてください。では村長でした。